では続いてのこの今日のメインコーナーに行きましょう。こちらです。すっぽんのベルリターンズ。はい、ね、来ました来ました、急に音量を上げてしまいました、すいません。セカンドシーズンということ で、ね、先週より始まりました純喫茶チルドレンというね、また新しい作品が始まったわけなんですけれども、ね、先週は我らの雑記作家であります雑記作家なの、勝山さんがそんな活動してないでしょ僕ら、その作家が必要な活動僕らしてないじゃないですか。あ、そうなんですか。そうでしょ、勝山さんがですねこの純喫茶チルドレンをこうスタートさせましてね、はい、まあ先週お聞きいただいた方もお聞きいただいてない方も、まあ、簡単にちょっと第1話の方をね振り返っていきたいと思いますけれども、はい、まあ大前提として、うん、子供にしか入店することが許されない喫茶店があるという設定から入ってきましたね、はい、ね、まあそれがおそらく純喫茶チルドレンなんでしょうね。だから純喫茶チルドレンですよね、うん、そうなってくると、うん、純喫茶チルドレンでチルドレンではなく純喫茶チルドレンですよね、うん、そうなってくるとね、そうでしょうね、うん、まあただまだ分かんないですよ。そうですそうです、そういう喫茶店があるというところで、うん、まあそこを目指して、まあもう本当都市伝説のような話ですね、なんですよね、誰も生き方を知らないというね、うん、で主人公は吉芳雄というね来月38歳、今37歳なんですよね、うん、という精神年齢も社会的にも子供のままと言い切っても過言ではないというような37歳の男性です。だいぶ童貞をこじらせてる感じありまして、まあそうでしょうね、そういうことなんでしょうね、はい、で、まあ第1話に関してもですね、うん、さほど物語は進んでないんですけれども、うん、まあ設定をね描写してというところがあって、はい、まあその純喫茶に行くにはいろんな都市伝説があって、うん、まあいろんなパターンがあるということを ね、まあいろんな噂がねやっぱり流れてるんでしょうね、うん、だから結構みんな知ってるってことだよね、はい、純喫茶チルドレン その子供しか入れない喫茶店はあるってことはみんな知ってて、そうなんで、ああなんじゃないかこうなんじゃないかっていう噂は流れてるという世の中で、吉尾 もうその噂通りにいろんなものを用意して、うん、何があってもいいように準備をしていたわけなんですけれども、うん、そんな吉尾がですね小石をずっと蹴っていたんですね。これ小学校の時よくやってました ね、 小石をね、自分の小石を決めて家まで、ずっと蹴ることができたら今日は一日になるみたいなことを自分の中にルールを決めてですね、その辺がもう ね、蹴っていたんですね。大人になりきれてないおっさんですよね、そんな中ですね、その石をポーンとちょっとストレスが溜まって蹴ったところ、はい、なんか思っても見ない方向に石が飛んでいってしまい、うん、こういたっという女性の声がしたと。うわこれやってしまったと、石を当ててしまったと。でその声の方向に行くとですね、全く女性の姿はなく、うん、この辺はちょっと世界観が独特だなと思ったんですけれども、はい、一輪の赤い花があったと、うん、でいたと声を上げたのはこの赤い花に違いないと確信するんですね。もうディズニーですよね、うん、そうなってくると、ディズニーの感じしますよね。で、かわいそうになった吉尾、ね、歌歌い出しますよ、花が水をこう水をあげるわけなんですね、はい、うん、水をあげていると、うん、ある古いカードが出てきたと、うん、いうところで第1話が終わっているわけですね、はい、でその第1話の最後、まあスッポンノベル独特のルールですけれども、はい、独特3つの選択肢があって、結構いろんなところでやってる、はい、3つの選択肢があって、そのうち1つを選んだわけなんですが、はい、その選んだ選択、そのカードは勝山さんが美しい来られました、女性の免許証だったというのはね、あちょうど皆さんで盛り上がっているところで
ございます。勝山さんどうもこんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、ちょうどよかったですよ。 今から先週の第1話を振り返りを書いていただいた第1話を振り返っていたところでございますよ。ほうほうほう。これから第2話を、はい、武田さんが、そうなんですよ、発表する。ちょっとね、思いのほか音楽的な、はい、作品になってまいりまして、俺も、これはちょっと、うん、やっぱり第1話のね、この勝山さんが書いていただいた、うん、すごくベースの整ったですね、小説にこう文体ですとか書き方みたいなのを真似てですね、第2話を書くわけなんですけど、それがもう、いかんせん文学的になったなというところでございます。楽しみですね。はいはい、で先週の最後はですね、古いカードが顔を出してきて、うん、そのカードは美しい女性の免許証だったというところで終わっております。はい、はい、それでは第2話お聞きいただきます。はい、よろしくお願いします。カードは美しい女性の免許証だった。何年前のものだろう。吉尾の持っているものとはデザインが随分と違っていた。免許証を手に持ったこの感覚は何だろうか。あえて言葉で形容するなら、物悲しいとでも言おうか。どこかノスタルジックなその免許証に妙な違和感を感じていた。それが何の違和感なのか分からず、しばらく眺めていると、やはりそれは突然やってきた。来た。桜のつぼみが膨らみ始めたばかりのこの季節に似つかわしくない大量の汗が吉尾の額を伝っていた。吉尾は昔から歩くことができなくなるほどお腹が痛くなることがよくあった。全身から汗が噴き出して寒気がする。寒いのか暑いのか判断がつかなくなる。どうにか好意的に受け止めようと、この腹痛のことをブリットちゃんと名付けていたのだが、トイレに駆け込むとブリットちゃんというレベルではなく、ドバットちゃんと言った方が正しいと言える。ブリットちゃんご無沙汰してます。吉尾は力ない言葉を吐いた。ここ数年この症状が現れることはなく、体質が改善されたのかという淡い期待を抱いていた。お腹を針で刺すようなギュンという痛みに思考能力が奪われていく。ブリットちゃんの久しぶりの登場に吉尾は初動対応を誤った。トイレの位置を確認することが先決なのだが、自ら作った自宅周辺のハザードマップは置いてきてしまった。頭の記憶を頼りに最も近いトイレを思い浮かべる。自宅までは歩いて 3,4 分といったところか。うちまで持つかどうか。自宅の手前にあるやたら滑りのいい滑り台のある公園にトイレはあるのだが、あそこは常に塵紙がない。塵紙のないトイレなど何の意味もなさない。吉尾のブリットちゃんを甘く見ているとしか言いようがない。自宅まで行くしかない。とはいえ、もしものことがある。やたら滑りのいい滑り台のある公園のトイレにお世話になる場合、今手に持っている免許証ですら貴重なアイテムとなることを吉尾は知っていた。ゆっくりと急ぎながら、左手をお腹に当て、右手はブロック塀に体重をかけながら前へ進む原動力となっていた。自宅まで小石を蹴り続けるというルールを無視した罰なのかと後悔してももう遅い。吉尾の人生はいつもそうだった。後になって自分の選択が間違っていたと自分を責めるばかりか、
自分の決めたことを最後までやり遂げることなく諦めてしまう。あの時もそうだ。大好きな母が家を出ていくと言ったあの時も、一緒においでと言った母に、僕も連れて行ってと素直に言えなかった。人生は選択の連続だ。その選択一つで大きく道をそれていく。ブリットちゃんは一定のリズムを打ってヨシオに語り続ける。早く解放してあげたいが、間もなく38歳というプライドがそれを許さない。そうこうしているとやたら滑りのいい滑り台のある公園に差し掛かった。するとどうだろう、冷や汗まで出ていた痛みが嘘のようにスーッと引いていくのが分かった。助かった。こういうところがブリットちゃんの憎めないところだ。あれだけ痛めつけておいて、ふとした瞬間に優しさを見せてくる。鬼の形相だったヨシオはそっと胸をなで下ろした。公園のちり紙のないトイレを回避し家路を急いだ。ヨシオのアパートは町工場に囲まれた場所にあった。時折鉄を削るような音が鳴り響いては、その独特の匂いが辺りを覆う。ヨシオはこの匂いがたまらなく好きだった。ようやく自宅アパートが見えてきた。その時だった。来たか、ブリットちゃんの第2波だ。セカンドインパクトと言ってもいいだろう。これはでかいぞ。手が震える。公園のトイレを回避したという先ほどの選択がまた間違っていたというのか。独特の緊張感が辺り一面を覆う。ただ吉尾には賞賛があった。何せもうアパートはすぐそこだ。小走りになる吉尾。ブリットちゃんもここぞとばかりに出てこようとする。そうはさせまいと階段を駆け上がる。いやダメだ、駆け上がるのはよくない。そっとだ、そっと階段を上がって。そこからの記憶はもう思い出せない。どれほどの時間を過ごしただろう。便器から立ち上がり、無事にブリットちゃんを世に放つという成長した自分を誇らしげにトイレの水を流した。その時だった。右手に持つ免許証の違和感の正体に気がついた。そこに映る黒髪ロングのストレートの女性、少し垂れた奥二重の目、若い頃の母の顔そのものだった。これは母さん？ただ名前も生年月日も違う。旧姓の名字とも違う。見覚えのない名前だ。母の写真がある昔のアルバムを探した。もう何年も開いていない。母が吉尾の前からいなくなってから写真を見る勇気がなかったからだ。重いアルバムを開くと一通の茶封筒が落ちてきた。はい、ここまででございますね。物語が大きく進んでおります。今回も見事にはぐらかしましたね、武田さんは。これは話進んでって言わないですね。どうしても武田さんは はぐらかしていきますよね。なんか2話やで、ま、今2話やで。まださ、そのなんか4とか5とか言ったらさ、うん、そのインターミッション入れてもいいと思うのよ、俺はさ。うん、2話でいきなりこんなのするっていうのは、どうだい、そう、ね。あれ？やっぱ はぐらして、かしてくるんですよね。はぐらかしてます？ごまかすよね。ブリットちゃんでごまかしたよね、今回。ただただ文字数を稼いだっていうブリットちゃんで。いや文学的な、いやいやこれね、最後のこの茶封筒が効いてくるんだ。